いつの時代も子どもたちに大人気の昆虫といえば、カブトムシ。実は知っているようで知らないカブトムシには秘密がいっぱい。カブトムシから生まれた超人カブトマンに教えてもらいながら、その秘密を探っていきましょう。さあ、良い子のみんな、カブトムシのことなら何でも聞いてくれ。カブトムシ秘密大図鑑、今回はおしっこの秘密。まずはカブトムシが何を食べるのか見ていきましょう。カブトムシが食べそうなものといえば、じゃあ、温水かあげてみようか。おっと、ちょっと待ってくれ。餌にスイカね。うわ、ダメだよ、こんなのあげちゃ。実はスイカは水分が多く、たくさん与えると下痢を起こしてしまうんだ。水分の少ないバナナやリンゴをあげてくれ。というのも、カブトムシはその実を丸ごと食べるのではなく、栄養を含んだ水分だけを吸うからなんだ。下から見ると、ほら、ブラシ状の口に砂糖水が吸い取られていくのがよくわかるだろう。ところで、実はカブトムシは夜行性なんだ。昼間は土の中に潜って休んでいて、日が落ちてから地上に出てくる。そして翌日の早朝まで活発に活動するんだ。この時、野生のカブトムシは樹液の出る木に集まってお腹を満たしている。でも、こうして水分を取り続ければおしっこがしたくなるのが当然だ。え、カブトムシもおしっこするのかって？もちろんするぞ。しかも、どんなポーズでおしっこするかみんな知ってるかな？それじゃあ、特別に見せてあげよう。これだ。そう、片足を上げて勢いよくおしっこ。高々と上げて遠くへ飛ばしてるだろう。ちなみにメスもちゃんと足を上げてするんだ。へえ、カブトムシってこんな風におしっこするんですね。ちょっと意外なカブトムシの音入れシーンを覗かせてもらいました。